はい、どうもジジさんです。今日はですね、この DJI Action 2と XTU Max Pro のね、画像比較をしたいと思います。全モードがね、オーバーラップしてないので XTU Max で、撮影できる解像度、それからフレームレートに合うような感じでね、DJI Action 2の方を合わせていきたいと思います。ちなみに DJI Action 2の方はね、16対9で撮影します。 4対3にするとね、ちょっと HEVC のフォーマットになるのかな。なのでちょっと編集上ね、じいさんちょっと困ることがあるので、画角としては16対9で撮影をします。そして、手ブレ補正の方はね、ロックステディに設定をします。そして XTU Max Pro の方はね、スーパースムース3にしてですね、比較したいと思います。はい、それではまず 4K60fps でね、撮影をしていきましょう。 4K の 60fps での比較です。さあ、いかがでしょうか。 DJI Action 2と XTU Max Pro ですね。はい、どんな感じに手ブレ補正の違い出てるでしょうか。はい、4K の 60fps の画像です。 4K の 60fps の画像です。いかがでしょうか。はい、それでは続きまして 4K の 30fps での比較です。 4K の 30fps の比較です。はい、手ブレ補正の効きね、違い出てますでしょうか。画角の違いなんかはどうでしょうね。はい、やはり DJI Action 2の方が広いでしょうかね。はい、4K30fps での比較になります。 4K30fps での比較になります。いかがでしょうか。はい、XTU Max Pro ね、比較してどんな感じに撮れてるでしょうか。はい、それでは 4K30fps なんですけども、 XTU Max Pro の方はスーパービューイングにしました。 XTU Max の方はスーパービューイングにしました。さあ、先ほどの通常の 4K30fps とね、何か違いはありますでしょうか。はい、4K30fps 同士ですけれども、XTU Max Pro の方はね、スーパービューイングに設定しております。はい、いかがでしょうか。はい、それでは 2.7K60fps での映像になります。2.7K60fps での映像になります。さあ、どうでしょうか。先ほどの 4K からね、2.7K になりましたが、はい、XTU Max Pro との比較ですけども、どんな感じに撮れてるでしょうか。はい、2.7K60fps での映像となります。はい、続きまして 2.7K30fps での映像となります。 2.7K30fps での映像となります。はい、いかがでしょうか。何か違いは出てますでしょうか。はい、2.7K30fps での映像比較になります。はい、XTU Max Pro の方ね、どんな感じになってますかね。はい、何か違いは出てるでしょうか。 2.7K30fps での映像となります。はい、それでは 1080p60fps での映像となります。 1080p60fps での映像比較となります。さあ、フル HD どんな感じになってるでしょうか。 1080p60fps での映像比較になっております。いかがでしょうか。さあ、どんな違いが出ているでしょう。 1080p60fps での比較となります。はい、いかがでしょうか。 1080p60fps での映像でした。はい、続きまして同じ 1080p60fps ですが、 XTU Max Pro の方をスーパービューイングに変えました。はい、XTU Max Pro の方が 1080p60fps のスーパービューイングになっております。はい、先ほどのね、通常の 1080p60fps との違いなんかもね、ご確認いただけるかと思いますが、はい、1080p60fps、XTU Max Pro の方はね、スーパービューイングの設定になっております。はい、いかがでしょうか。はい、続きまして 1080p30fps での比較となります。1080p30fps での比較となります。さあ、 60fps との、ね、違いなんかも出てるかどうかは ご確認をね、いただければと思います。 1080p30fps の映像です。 1080p30fps での映像比較となります。
はい、どんな感じになっているでしょうか。 1080p30fps での映像でした。はい、今度は 1080p30fps なんですけども、 XTU Max Pro の方ね、スーパービューイングに変更しております。はい、XTU Max Pro の方ね、1080p の 30fps、スーパービューイングにしております。はい、映像比較どんな感じに撮れてるでしょうか。何か違いは出てるでしょうか。 1080p の 30fps スーパービューイングとの比較になります。さあ、それではちょっとここで簡単な色味比較をしてみましょう。 4K30fps 同士でね、ちょっと比較してみたいと思います。ツツジがね、たくさん咲いているので、ちょうどね、色合いもよく、はい、こんな感じでね、緑と赤とか白とかね、映っていると思いますが、どうでしょう。はい、色味の違い、XTU Max Pro とね、比較しておりますが、はい、どんな感じに映っているでしょうか。